どうした？ここはどこだ？コルドロンは？正気を取り戻したようだな。どうかね、終焉の獣となった気分は。イングベイ、バレンタイン。違うな。お前が手に入れたその秘術、実はそれで全部ではないのじゃ。肝心な部分が抜いてあってな、ウルズールがあらかじめ隠しておいたのよ。秘術？あやつらは資料となってすでに正気を失ってしまったが、皮肉なことにこのベルドー様はお前がかけたプーカの呪いのおかげで命を落としても心を保てたのだ。ベルドー、もうお前はわしに逆らうことができん。タイタニアではガロン王の悲劇の後、さらに研究が続けられたのだ。ダークオーバが狂気に陥っても命令には従うようにね。と言ってもその獣の頭では理解できるとは思えぬが、まだまだ働いてもらうぞ。わしが王となるために。さあ焼き払え。なんということだ。これでは俺は。死んだか。魔石使いめ、台無しにしよって。変身が解けてしまうとは。やはりタイタニア王家の血筋でなければ秘術は正しく働かんようじゃ。どちらにせよこれではもう長くは持つまい。幸い秘術はこうして我が手にある。別の誰かを呪い、そやつを操るとしよう。墓場へ帰れよ。イングベイ。ああ。こうも死者が這い回っては、死ぬも生きるも意味がない。頭のもやがやっと晴れた。確かに、俺の時間はなさそうだ。止めなければ。コルドロンを。国民たちだ。どうしてもごたらしい仕打ちができる。世を捨てた国民たちをも愛せよと。いかなる聖者ならそれが可能だ。この高揚、この快楽。お前も変化すればわかろうよ。秘術を生み出したのは間違いだった。一度は救われておいて、その言い草だ。さあそのくだらぬ命に終止符を与えてやろう。親子の情すらも消え失せたというのか、父上。終焉には愛という偽り全てが消えるのだ。自ら息子の肉を裂き、節々を砕く悪魔も現れる。
いまいましい。ガルーン、お前たちは知っておろう。我が肉体に染み入った冥界の邪気は何度でもこの腐った筋をつなぎ合わせる。永遠に苛むためにオデットが世にかけた呪いよ。だが今やその呪いの力は世の望みを叶えるがために働く。この冥府の王を征服させるのはもういないあの女だけなのだ。何をしている。飛び回って生贄どもを探せ。宴はまだ続くぞ。世界中の人間をこの腹に収めるまでは。草木一本も残さず焼き払え。逆らう者は徹底的に殲滅しろ。もう鬼キス覚悟しろ。行け。妖精どもの抵抗が減ってきたな。めぼしい森はすでに我らの手に落ちました。予言など取るに足らぬ幻想よ。聖なる森へ暴虐の限り誓いにかけて許さんぞ。いつから騙し討ちが騎士の美徳になったのやら。仇を討てずに死ぬ方が恥辱だ。ならば恥にまみれて死ぬがいい。終焉に現れると言われるこの灼熱の姿の前に。皇族隊が間に合ってよろしゅうございました。ああ危ないところだった。一つ炎から生まれし娘たち、よく来てくれた。助かったぞ。あのサイファー使いはどうなった。愛する王を傷つければ我らバルカの怒りを受けて当然。もはや灰すら残っておりません。そうか。ですが魔石は噂にたがわぬ力、仲間が少なからず燃え尽きました。これで森は制圧できたな。次だ。オニキス様、恐れながら申し上げます。皆炎の生まれいずるところを離れ力が弱っております。我らの古国は完全に水没しました。このままでは今さらサジに過ぎない。さあ諸君、魔法の大釜を目指そう。あれを抑えれば我らの勝利だ。進軍させろ。急げ。犠牲を惜しむな炎の娘たち。
れコルドロン、世の命令が聞こえんのか。いかん、炉の核に亀裂が。このままでは当たりが吹き飛ぶ。出よ、レヴァンタン、目覚めの時は来た。さあ急いでユリカオから這い出せ。世界を飲み尽くすのじゃ。サイファー使い、コルドロンと行くがいい。この勇士こそ待ち望んだ力、終焉の幕を引くにふさわしい。こんな姿で魂をつながれ、永遠の苦言に耐えねばならぬ定めとは、プーカの呪いの忌まわしさ。そうだ、さあ容赦なくやれ。この5億しか生まぬ大地を消し去れ。犯した愚かな罪をもこの見事消し去れ。光の柱が大地を狙っておる。あの柱を吐き出しているあいつが予言にある蛇の王に違いない。空を覆うなんとまがまがしい姿だ。ブラムさん、いかん、ここもいよいよ沈み始めた。大陸がこうも粉々なら助からぬかもしれん。誰も、でかい、もう逃げ場はないぞ。よし、あの頂まで登ろう。ホルン山の頂が海に沈む。ここがエリオの大陸で最後の土地。こんな結末を誰が望んだろうか。誰でもいい、誰かがこの冷酷な世界に生き残れるというのなら、この魂と水戸を喜んで天に捧げましょう。願いが叶い、誰かが救われて、それが私の愛する人たちであるなら、私の最後にとってこの上ない手向けとなるでしょうに。これではあまりにむごい幕引き。